はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、乃木坂46のスキャンダルを一回も起こさなくて卒業するですね、ノースキャンダル白石麻衣さんとですね、まあ、元 AKB48 でですね、まあ、現役の当時ですね、まあ、言ってみたら大きなスキャンダルを起こしてしまった指原莉乃さん、この二人をですね、対比、要は比べたときに、これアイドルとして優秀なのは一体どっちなのかってことについてですね、まあ、僕なりにいろいろと話していきたいと思います。はい。まずですね、その最初にね、大前提として話しておきたいのが、まあ、それぞれの紹介ですね。これ何かというと、まず白石麻衣さんはですね、まあ、元々乃木坂46にですね、でアイドルデビューした方なんですけど、この方がですね、最近あのね、卒業することを発表したんですね。うん。で、その卒業することを発表した際にですね、まあ言ってみたらものすごくですね、このノースキャンダルという言葉がですね、まあ話題に上がったわけですよ。うん。ツイッターのトレンドとかでもですね、かなり上位に上がってました。はい。で、これノースキャンダルっていうのは何かっていうと、まあ言ってみたら白石麻衣さんはですね、その、この乃木坂46っていうところに入ってからですね、8年間エースとして引っ張ってきたわけですね、グループを。うん。で、8年もずっとアイドルをやっていたにもかかわらず、一切ですね、そのスキャンダルが、報じられなかったわけですよ。うん。まあ言ってみたらですね、今の時代なんてアイドルなんて、やっぱりですね、いろいろとね、男と付き合ったりとか、そういう写真がね、流出しちゃったりとかって、本当日常茶飯事なわけじゃないですか。うん。で、そんな中でですね、白石さんは8年間もの間ですね、一回もスキャンダルがなかった。で、一回もスキャンダルがなくて、そのまま卒業していく。あ、これはなんてすごいことなんだ。なんてこれはね、そのね、白石麻衣さん立派なんだ。みたいな感じで、まあ言ってみたら、その白石さんを褒めたたえる言葉として、このノースキャンダルって言葉がですね、すごいトレンドに上がったわけですね。さすがすごい白石麻衣みたいなね。うん。で、ちなみにですね、白石前さんは、まあ、乃木坂46を卒業後はですね、やっぱ女優さんだったりモデルさんっていう仕事をね、やっていきたいらしいですね。うん。まあ、言ってみたら一言言うと、白石麻衣、さんっていうのは本当に正統派美女って感じですよね。本当にクールビューティーと言いますか。うん。顔ちっちゃくて整ってて、背高くてスラッとしててみたいなね。うん。まあ、わかりやすい本当正統派美女って感じですよね。うん。で、対して指原莉乃さんですね。うん。まあ、指原莉乃さんはですね、現在バラエティ番組で大活躍してますね。で、僕もですね、バラエティ大好きなんでよく見るんですけど、やっぱ指原莉乃さんって、その女性タレントとしてめちゃくちゃ優秀だし、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。うん。でですね、そんな指原莉乃さんはですね、まあ今は AKB を卒業してるんですけど、やっぱり AKB 当時にですね、あるスキャンダルを起こしてしまったんですね。うん。まあ当時、まあその段階ですでにですね、バラエティ番組は結構呼ばれてたわけですよ。まあ指原さんのスキルが高いからこそね。うん。で、そんな中ですね、そのファンの男と昔付き合ってたってことがバレちゃうんですね。うん。で、しかも何が最悪かって、その付き合ってた男ですね、指原さんとの写真だったりとか、あと文面、あの LINE の文面とかをですね、まあ言ってみたら週刊誌に売ったわけなんですね。うん。まあひどいことしますよね、なかなかね。うん。そしたらですね、それを面白おかしく週刊誌が書きた、もう書くわけですよ。はい。そしたら、やっぱり指原さんのですね、まあ、評価が落ちてしまうわけですね、アイドルとして。あ、なんとファンと付き合ったのか、ね、やっぱりすることしてたんかい、みたいなね。うん。そういう心ない言葉とか結構飛んでくるわけですよ。うん。で、その結果、指原さんはですね、HKT48 に飛ばされるということになるわけですね。うん。で、まあその後もですね、なんだかんだでバラエティは出続けてですね、どんどん評価が高まっていって、まあ今はですね、AKB48 を卒業したんですけども、まあ言ってみたらバラエティタレントとしてですね、不動の地位をね、気づいていますよね。うん。まあ、だから、まあ、指原莉乃さんはですね、言ってみたらですね、誰からも親しみやすいみたいなね、そういった存在の方なんですよね。うん。まあ、本当にですね、その、白石さんとは真逆の位置にあるって感じしますよね。白石さんは本当に正統派美女で、対して指原さんは誰からも親しみやすい、本当にいい意味で、なんかその、ごく近所にいそうなっていうか、うん、いい意味で一般人に近いっていうか、そういった雰囲気を持ってる方ですよね。うん。でですね、はい。で、この二人、まあ、言ってみたらね、先ほども言ったようにですね、ものすごく正反対なんですけど、やっぱりこのスキャンダルという点でもですね、本当に真反対じゃないですか。うん。ノースキャンダルのね、白石麻衣さん VS スキャンダル、大スキャンダルを起こしてしまった指原莉乃さん、これ全くもってね、真逆の存在になってますよね。はい。じゃあですね、こっからが本題なんですけども、じゃあこれの状態、この2人を比べた時に、これアイドルとして優秀なのは一体どっちなんだって話なんですね。うん。で、これまず結論だけ先言っちゃいます。はい。結論だけ先言っちゃいますけど、これはですね、はっきり言ってどっちが優秀だってことは決めきれないです。それはなぜかというとですね、この2人はですね、全く違うアイドルの売れ方をしていて、それぞれがそれぞれの究極系だからってことですね。はい。これどういうことか。うん。つまりこの2人が同じ種類のアイドルだったら比べることはできるんですけど、違う種類のアイドルなんですよ。で、違う種類の戦い、まあ、こっちはこっち、こっちはね、それぞれがそれぞれの戦い方をしていて、それぞれのここね、ここで分け隔て、ここで隔てて隔ちがあるわけですよ。ここそれぞれあって、それぞれの分野の中での第1位、それぞれの分野の中での最高系、究極系まで上り詰めてるんですね。うん。
これ一体どういうことなのか。はい。まずですね、このサシアランさんの方から先話していきたいんですけども、サシアランさんはですね、まあ言ってみたら、バラエティ畑で売れようとしてた人なんですよね。うん。まあもともとですね、その AKB にいる頃から、まあ自分に自信がないと言いますか、別に自分はその歌が上手いわけでもないし、顔がそんな可愛いわけでもないし、ね、踊りも大してできないみたいなね、そういった感じ、ちょっとネガティブキャラっていうか、そういう感じだったんですよね。うん。まあ、それはね、やっぱり親しみを持って、まっぱられた理由ではあると思うんですけどね。うん。で、そんなサシアランさんなんですけど、やっぱりバラエティの方に進出してですね、どん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 活躍の場を広げていったわけですよ。うん。やっぱアイドルの方って、そのアイドルからですね、そのバラエティ畑に行くパターン、これ、サシアラリノさんパターンですね。パターンとですね、やっぱ白石麻衣さんみたいな、そのですね、女優モデルゾーンに行く人と、こう、二つに分かれるじゃないですか、大きくね。うん。で、サシアラさんはこのね、バラエティ畑の方に行ったわけですよ。うん。で、このバラエティっていうのはですね、結局何が必要か、何が大事かってことなんですけど、これ一言で言うとですね、人間味とキャラなんですね。人間味とキャラ。うん。つまり、こう人間味って何かっていうと、その人自身がどういう人間なのかが伝わってくること、そしてですね、自分を変に飾らず本当に本音でぶつかってるか、これが見えると、やっぱバラエティ番組って売れるんですよね。だからこそ逆に言うとですね、例えばこれ芸人で例えますけど、キャラ芸人っているじゃないですか。一発屋系の芸人っていますよね。ああいう人たちってネタでドカンって売れたとしても、その後バラエティ番組に出た時に長続きするパターンってあんまりないじゃないですか。それは当たり前で、あの人たちはキャラ芸人、要はキャラを作って出てるわけですよ。で、キャラっていうのはやっぱりですね、バラエティにおいて最後までは通用しないんですね。まあネタが面白いとかそういうのあるかもしれませんけど、バラエティの現場においてはああいう風にですね、その自分の人間味を全部隠して何かしらのキャラを演じててもうまくいかないわけですよ。むしろ自分のこの心の芯の部分でですね、ドカーンとぶつかっていって思ってることをちゃんと言って、そこで戦っていかなければ残っていけないわけですね。うん。で、それでいくと指原さんってどうですか、皆さん。人間味の塊ですよね。うん、本当に。うん。まあ、先ほど書いている通り、自分は歌もできない、踊りもできないことをはっきり言って、なんだったらそんなに可愛くないみたいなことも言ってですよ。うん。まあ言ってみたらですね、本当に思ってることをそのまま発言してる感じがすごいじゃないですか。うん。要はそのアイドルらしくないっていうかね、アイドルらしくないっていうその人間味が溢れてるっていうか、そういうところがありますよね。うん。で、さらに言うとですね、これキャラもすごいじゃないですか。うん。まあ言ってみたらですね、そう、先ほど言った通り、そのファンの人ともね、付き合ってることがバレた、昔付き合ってたことがバレた、まあ言ってみたらスキャンダルをね、されちゃったわけですけども、その後ですね、それをキャラに変えましたよね。これがすごいじゃないですか、言ってみたら。うん。で、やっぱこれがですね、モデルさんや女優さんだったら、そういうスキャンダルっていうのは、いくらですね、それが、まあ週刊誌にすっぱ抜かれても、一切そのことには触れなかったりしますよね。うん。ただやっぱり指原さんは、それをいじらしてくれるわけですよ。だから芸人とかがですね、芸人さんとかがですね、結構指原さんのことをバーバーいじるじゃないですか。そのね、当時スキャンダルのことで。うん。で、それをいじっても OK とされるってこのサシアラリノさんのキャラの強さですよ。うん。で、さらに言うと、それをですね、面白おかしく返せるわけですね。芸人さんにバーってそのことをいじるときに、もうパーンってこうね、返す型のスパーンと面白いことで返せるわけですよ。で、これがですね、サシアラさんのこのキャラの良さなんですよね。うん。サシアラさんにだったら言っていいと思わせてくれる、このサシアラさんのキャラ。うん。つまりですね、そのバラエティにおいて大事なこの人間味とキャラクターっていうね、それを両方ともですね、そのサシアラさんは持ってるわけですよ。だからこそですね、いわゆるそのアイドル畑からバラエティに行った人たちの中ですね、トップクラスまで上り詰めれたってことなんですね。うん。まあやっぱ今思えばね、他にもバラエティで、ね、活躍してるタレントさんって誰がいるかっていうと、例えば西野未姫さんだったりとか、鈴木奈々さんだったりとか、まあ最近結婚してね、ちょっと仕事を抑えてるかもしれませんけど、菊池亜美さんとかその辺いるじゃないですか。どうですかね、この人たちってみんな人間味とキャラクターがありますよね。それだけで勝負してますよね。うん。まあそういったですね、アイドルからそのね、バラエティに行くタイプの中の最高系、究極系が言ってみたら、指原莉乃さんなわけですよ。はい。じゃあ、対してですね、この白石麻衣さんの話ですね。白石麻衣さんはこのアイドルからこっち側ですね、そのモデル女優像に行く人だ、行くタイプの人の中で最高級系だと僕は思うわけですよ。はい。で、それで言うとですね、じゃあモデルにとって何が必要か、モデル女優にとって何が必要かっていうと、これはですね、イメージなんですね。イメージ、人間性なんかよりもイメージが大事なんですよ。はい。というのは何かというとですね、モデルさんや女優さんを考えてみてほしいんですけど、あの人たちっていうのはまあ何かしらをですね、演じたりするのがあの人たちの仕事なわけですね。モデルや女優っていうのは、その服を着てるそのキャラクターね、どんな服なのか、その服を着てるその人のイメージしてるキャラクターになったりとか、女優はですね、何かしらのね、演技をするわけですよね。うん。つまり人間味よりもその人のですね、何かになりきるっていうことが大事なわけですよ。うん。人間味は必要ないんですね。うん。で、だからこそやっぱりイメージが大事になってくるんですよ。イメージ。うん。本当はどういう人かじゃなくとか、そういうのはちょっと一回置いといて、この人はこういう人なんだなっていう抽象的にもいいから、ものすごくそのイメージが大事なんですね。うん。で、それでいくとですね、白石麻衣さんっていうのはものすごくイメージがいいじゃないですか。ね、言ってみたら、乃木坂46って言います。とんでもない大きいね、アイドルグループ。すごい人気のあるアイドルグループにいました。で、そこでエースだった。ね、これすごいですよね。うん。で、しかもエースで8年間もやってました。エースを8年間守りました。で、さらにノースキャンダルだったっていうね、まあ言ってみたらね、もういいイメージ
メージのね、もう連発じゃないですか、言ってみたら。うん。だから、言ってみたら、白石さんはとんでもないこのいいイメージを持ったまま、このですね、女優モデル業にですね、邁進できるわけですね。うん。まあ、もちろんそのいいイメージを守ったのはね、そのね、白石さんの普段の行動が良かったからだと思いますよ。うん。ただですね、その、だから言ってみたらですね、この指原さんの戦ったね、このも、そのアイドルからね、バラエティゾーンに行くタイプとは違って、こっち側、ね、モデル女優に行くパターンの中での、まあ、言ってる最高級系、ね、最強なイメージを持ってそっちに走っていったというですね、まあ、ものすごい優秀な人なわけですね。うん。まあ、だからご先生、まあ、最終的なまとめに入りますけども、この二人はですね、どっちが優秀だとかそういうことは決めれない。なぜならば、お互い進んでる道が全然違うから、で、それぞれの進んでる道の中で究極系、ものすごい結果を残している人たちだからということですね。はい。そんなわけでですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。